か。こちらは東京都世田谷区にあります三軒茶屋駅の駅前ですが、今回は四川ローカル線制覇の旅第46弾として東急世田谷線をご紹介いたします。まずは東急世田谷線の概要について説明いたします。東京都世田谷区にあります三軒茶屋駅から同じく世田谷区にあります下高井戸駅を結ぶ全長約 5km、 全部で10駅の路線となっております。東急で唯一路面電車っぽい車両や線路が使われております。そしてこちらは三軒茶屋駅の時刻表となっております。平日は平均約7分から8分おき、土曜日曜祝日は平均約6分おきに列車があります。基本的には全列車が下高井戸まで行きますが、途中の上町駅付近に車庫があるためか0時27分発と0時38分発、加えて平日のみ9時14分、32分、55分発は上町行きとなっております。そして世田谷線には幸福の招き猫電車という招き猫のラッピングをした車両が走っておりますが、その電車専用の時刻表が三軒茶屋駅には貼られておりました。今回はこちらの電車に乗ります。三軒茶屋駅ホームの一部はレンガ造りとなっており、とてもおしゃれな感じになっております。招き猫電車の車内をご紹介いたします。まず床は猫の足跡のイラストが描かれております。そして吊り革は招き猫の形をしております。そして窓ガラスの一部に招き猫のイラストが描かれております。そして車両の前後には招き猫の顔が描かれております。そして車両の側面にはたくさんの招き猫のイラストが描かれております。海外の方にも分かるようにするためか、ウェルカムや世田谷ラインという英語も書かれております。この電車は下高井戸行きです。途中の駅
北谷線の下高井戸駅はホーム2つに線路1本の構造となっております。そしてすぐ横には京王線の下高井戸駅があります。ただ京王線の方は残念ながら各駅停車と快速しか止まらないようです。今更ながら世田谷線の車内をご紹介いたします。まず一部の駅から乗車時は車内で運賃を支払うため車内に支払い機があります。乗務員室の近くに3色の LED の案内があります。上に次の駅など下に現在時刻が表示されます。
というわけでここまで東急世田谷線をご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。通勤通学の時間帯はかなり混雑いたしますが、2両編成の列車が世田谷区内をのんびり走り、ローカル線気分を味わいますのでおすすめです。東京に残る数少ない路面電車で貴重なので、ぜひ乗ってみてはいかがでしょうか。それではこの動画はこちらで終わりとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。